トラバンチャンネル。早いなと思って復活を願って、はい、今まで努力してきた分がそこで実って162キロという球団の新記録になる数字につながったのではないかなと思ってますし、ファンとしてとても感動しました。やっぱ藤浪君でしょ。ピッチャー藤浪、第2球を松本に投げました。空振り、ワンボールワンストライク。162キロは自己最速、そして球団最速が出ました。打った瞬間、ああ来たなっていう、あの時は良かったな、楽しかったな。まあ前半はやっぱり得点圏打率ものすごく高くて、やっぱファンもこうワクワクしながら見てたと思いますし、本当頼りになったと思います。もう打った瞬間もう入ったと思ったんで、もうみんなであのハッピーサンズってもうわーって喜びました。9回裏、サヨナラに向けての攻撃です。4番のサンズ、ニブルカウントから第6球を投げました。打ちました。左中間、大きな当たりが飛んでいく。サンズは確信した。サヨナラホームラン。みんながハッピーハンズで出迎える。阪神サヨナラ。毎週水曜日来てるんですけど、あのもう一番感動した。ほんまに沸いてました。みんな周りもうわーってなって。いやもうここで決めてくれって思ってる時に決めてくれたので、もう家でもう万歳して喜びました。大山君のさよならやね、もうバッチも勝ったし、もうあれはもう感動、最高よかった。もう最高やった。それももう岡本に近づいた一本やったし、もう最高。9回の裏、ワンアウトランナーはありません。ツーボールツーストライク。いい当たり、左中間、打球が伸びていく。多分今年一位盛り上がりました。ちょっと泣いちゃった。うわ負けかと思ったら諦めてまさかのガンガン打ってくれて。あーもう負けると思ったんだけど、逆転できて喜んで帰れたという。最後に打ってくれはったんで椅子から転げ落ちました。そうでしたんですか。逆転したをひっくり返す試合をしてくれて、8対7で勝ったので、その試合が一番すごかったと思います。甲子園は7対1、ヤクルトが6点をリードしてゲームは2回の裏に入っていきます。星が投げました。打ちました。大きな当たりだ。左中間、打球伸びていく。レフトに上がる。
越しホームラン。打撃戦7対1から8対7に変わります。タイガース大逆転、勝ち越しホームランは梅野龍太郎、今シーズンの第7号。球児の投げてた最後の登板かな、やっぱり小さい頃から見てたのでめちゃくちゃ感動しました。藤川選手の火の玉ストレート見てなんか野球が好きになって、それがきっかけで草野球チーム入ったりとか、あと中学校の時ソフトボール部やったんですけど、それでちょっと野球に出会わせてくれたんで、思い入れが、はい、やっぱり最後の9回1イニングの12球は本当にすごいと思います。インとって感動しましたね、はい、やっぱりまだちょっと引退っていうとなんかこう気持ちとしてはまだもったいないって感じがします。はい、めっちゃ泣きそうやったもん。泣きそう、あの9回出てくる様子と打つでリンドバーグ流れた時とかほんまにすごい感じたわ。内野フライ、セカンドが下がる、ボールを取りました。